きょうは9月16日、月曜日、敬老の日。今年も秋の知らせが届きました。緑の山肌の中に、赤や黄色に色づいた木々がポツポツと見られます。山肌を染める紅葉。北海道大雪山系の旭岳では、日本一早く秋の景色が広がり、標高2291メートルの山頂付近では、多くの登山客が圧巻の景色を楽しんでいました。3連休の最終日、晴れたところもあれば、